はい、どうも、熊さんです。今日のニュースはこれこれです。これめちゃくちゃ心強い記事です。はい。これ、全然日本の地上波流してないんだよね。これすごい記事だよ。はい、尖閣、尖閣です。尖閣です。はい。例の尖閣です。はい。尖閣に対して、米軍が尖閣を回るため支援するってはっきり言ってくれました。はい。米、あの、米軍がね、米軍はね、アメリカのね、アメリカ軍がね、はい。尖閣諸島を防衛するために力を貸すぞって言ってくれてます。 こんなはっきり言ってくれること今までなかったからね。これ心強いよね。はい。あの今ね、あの尖閣諸島ってさ、中国の公船が押し寄せてきていて、まあ、100日以上連続して領海に侵入されてるんですよ。ね。で、それをね、もう海保の人たちがもう命を懸けて守ってくれてるのね。うん。本当に体張って、もう攻撃されても下手したらもう、だって機関砲積んでるような船が押し寄せてきてるんだよ。 それをね、解放の人たちがもう先に手を出せないような状況で、もう体を張って守ってくれてます。ただもうそれもね、限界に近づいてるんです。限界に近づいてるんですよ。なんで米軍がね、まあ、あの、尖閣のこの監視の支援を行うよと。はい。尖閣を防衛するために俺たちは協力するぞってあ、米軍が言い始めたのか。それはね、あのね、中国のね、尖閣へのね、こう侵略のステージがね、どうも8月からね、さらに一段上がるんですよ。 さらに一応どういうふうに上がるかっていうと、この記事を後から読んでいくんだけれども、先に言っておくとね、今月、来月だよ来月。まあ8月15日、お盆の頃。お盆の頃からね、東シナ海で漁業を解禁するって中国政府が言い出してるんですよ。で、これ、そこ日本の、日本の経済的配達水域なんですけど、日本のほぼ領海なんですけど、みたいなところで、中国がね、いや、ここ中国の領海だから、うん。 漁業開始するわって言ってるんだよ。めちゃくちゃでしょめちゃくちゃでしょでね、単に漁船が押し寄せてくるだけではなくて、その漁船を守るためにね、守るために、うん、海あ中国のね、あの、海上民兵であるとか、中国海警局であるとか、あと人民解放軍の海軍に支援された大型のトロール船の航行が可能になるっていうような見方を示してるんですよ。要するに、もう一大船団で、 うん、もうあの、漁業とか言ってね、漁船来るとか言ってるけども、中国の漁船ってもほぼ軍船じゃん。知ってるでしょはい。うん。だ軍船が、もうね、あの、漁をするふりして、その漁をするふりをしている船を守るふりをして、中国人民解放軍の軍船が東シナ海に押し寄せてくるんです。尖閣周辺にもう押し寄せてくるんです、8月。来月ですよ。もうもっとトロトロトロとしてるからこんなことになっちゃったんだよ、日本政府が。 で、それを察知したアメリカ軍が、もうね、もう、解放の人たちだけじゃ、もう今、全力で解放はやってくれてるけれども、もう解放だけではもう守りきれない状況になると、これは間違いなく。で、あの、自衛隊もね、自衛隊もね、肝心の自衛隊も、もう憲法でがんじがらめにされているから、もう100%の力でね、戦えないんですよ、何か起きても。もう憲法のせいでね、自衛隊ががんじがらめになってるから、もう守りきれないかも可能性があると、自衛隊でも。だから、俺たちが出ていくって言ってくれてるんですよ。米軍が。 アメリカ海軍がね、尖閣諸島の監視を手伝うぞと、俺たちはやるぞと言ってくれてるんですよ。こんなありがたいことあるもうね、言いい加減日本政府はね、態度をはっきりしないといけないと思うよ。本当に。 もう中国に対して尖閣を、ま、守りますとか、いかんですとかじゃなくて、もう何か行動を起こさないと、もうアメリカ軍に申し訳ないと思うよ。もうこれね、アメリカ軍がね,こうね、尖閣を防衛してくれるってはっきり言ってるんですよ。で、これ感謝はとってもありがたいこと、ありがたいことなんだけれども、ある意味情けないことなんだよ。だって、日本、自分の力じゃ守れないって言ってるようなもんじゃん。だからね、もう自分たちの力で。 守れるようにするために、もう憲法をさっさと変えて、自衛隊をね、もう軍として、軍としてね、日本の防衛にもう100%力をはっきりできるような状況にしなきゃダメだよ。もうそうしないと、もうこれね、今ね、アメリカ軍に日本政府はケツを引っ張たかれてるんだよ。そういう状況だよ、間違いなく。うん、もうこれに応えなかったら、もうアメリカにもう飽きられちゃいますよ。はい。 でこの記事読んでいくんだけれども、うん、それとはもう一個、もう一個ね、ちょっとね、これ,にかもうこれに関連するような記事で、面白い記事を見つけたんで、これも合わせてみたいんだけれども、これあの、アメリカのシンクタンクがね、あの中国は、まあ、これ分かってることかもしれないけど、中国は明確に沖縄を独立させようとしてますよと。 日本と沖縄の分断を狙ってますよと。で、日本の中に入り込んだ中国のメディアが、もうプロパ、プロトバンガーと、え、プロパガンダと、え、嘘情報を日本の中で流しまくっていて、中国を独立させようとしていると。これはっきり言ってくれてます。はっきり言ってくれてます。はい。はい で、この記事もちょっと読んでいきたいと思います。今、沖縄がどんな状況になっていて、沖縄で中国が一体何を起こしているのかっていうのがこの記事を読めばわかるので、うん。だからこの尖閣の記事と一緒にね、ちょっと読んでいきたいなと思います。いやー、米軍本気だね。本気だね。日本政府も答えないと本当飽きられちゃう。もう安倍さんしかいないんだからね、答えられるでしょ。安倍さんまだちょっとお呼び腰ではあるけれども、ただ安倍さん以外にこれに明確に答えられる政治家って他にいないんですよね。だから安倍さんにここはちょっと踏ん張ってもらわないとダメ。 頑張ってね、ちょっと本当に。はい。行きますよ。まずは尖閣。尖閣を米軍が守ると言ってくれている記事。いきますよ。尖閣諸島周辺で前例のない中国船の侵入。米軍は監視支援可能これ司令官がそう言ってくれてます。はい。えー、在日米軍のシュナイダー司令官。29日。 はい。尖閣諸島周辺における中国公船による前例のない侵入の監視を、米軍が支援することが可能との見解を明確に示してくれました。これに対して中国外務省は、えー、ウオスリ島は、えー、中国固有の領土であり、この地域で法執行活動を行う権利を有すると表明したと。はい。中国もふざけるなと言ってきてるわけですよ。そんなん聞かないけどね、えー。日本と中国は共に尖閣諸島の領有権を主張。日本は今月発表した防衛白書で、中国公船が領海 をを繰り返ししていると指摘をしたこの問題について、えー、アメリカは中立的な立場を取っているが同盟国である日本が攻撃に対応する場合は支援する方,方針を示していた中国外務省の、えー、王報道官は29日の定例会見でシュナイダー司令官の発言について問われ関係当事者が、えー、平和と安定のためにならない行動をとるのではなく地域の安定維持により一層取り組むことを中国は期待すると述べたお前が何言ってんだよ お前らが何言ってんだよ。お前らがワーワーするから平和と安定が満たされてるんでしょ本当すごいよね。世界の大舞台で堂々と嘘をつくんだよね。こんなところにさ、もう、こんな、こんなところになんで配慮するんだよ、二階くん。ねえ。もう信じられないわ、本当はい。シュナイダー司令官はネット会見で、 え、現状に対するアメリカの日本政府支援へのコミットメントは100%確固たるものとし、中国船はこの海域に出入りしており、出入りしており、これは日本の統治に挑んでいると見ていると話したと。いやーもうはっきりと日本の側に立ってくれてますね。これは心強い。はい。また中国政府は8月15日頃、ここですよ、ここですよ。8月15日頃に東シナ海での漁業を解禁し、海上民兵や中国海兵局、また人民解放軍の海軍に支援 された大型のののトロール船の航行が可能になるとの見方を示したはい一大船体,が船体がやってきますよ、はい、もう下手したらもう何十隻っていう船が日本の領海を堂々と後悔するようになっちゃいますよこのままだとでこれをねこれを察知した米軍がそれを防ぐためにこういう話をしてくれてるわけですよ尖閣諸島を守るために米軍も力を貸すってはっきり言ってくれたわけですよ日本政府答えようねこれは答えようね本当に うんまあ、アメリカは実際、中国を今ね、中共をなんとか潰したいと思っているから、それ,に利用しそれをまあ利用してるっていうそ状況だというのは分かってますよ、うん、それはよく分かっている、でも日本にとってもこれはある意味いい状況だよね、このままだと尖閣、間違いなく中国に取られちゃいますからね、そういう状況でしたからね、それを押し戻す、押し戻す、もう米軍が手伝うぞと言ってくれてるんです、これはもう一緒になって戦わないとダメですよ、はい、これも一大ニュース、マスコミ、これをも本当もっと取り上げろ、ちゃんと、アホ、で、次。 次ねこれ、えー、とさっきも言ったんだけどもあのアメリカの,あの有力シンクタンクがあの中国っていうのは沖縄を日本から分断しようとしているぞと気をつけろということを言ってくれています、はい、あの日本政府っていうのはこの中国にあの沖縄に関してかなり及び腰なんだけれどももうそんなことやってる場合じゃないぞとはっきり言ってくれてますこれも読んでいきます、えー、日本における中国の影響力、注力は沖縄、はい、これアメリカの有力シンクタンクが言ってくれてます。 米有力シンクタンク、戦略国際問題研究所、CSIS だね、あの有名な CSIS ね、は、このほど、日本における中国の影響力についての報告書を発表した。報告は、2年間、2018年から2019年をかけて、約40人の専門家にインタビューをした。報告は、日本における中国の影響力は、他の民主主義国に比べて限定的だとしながらも、日本当局の不対応により、警戒心を高める必要があるとして指摘をする。はい。日本当局の不対応により、 はい、日本政府、ちゃんとこれに関してね、警戒ができてないんですよ、なんでだろうね、多分二階君と今井君だと、今井君だと思いますよ、本当に邪魔、何してくれてるんだろうね、はいえー、日本のどこにも中国の文化の影響があり、言語、芸術、料理、文学、建築、音楽、法律、哲学にまで及んでいる、まあ、これは、まあ、もう中国との付き合い長いからね。 中国からいろんな文化を仕入れたっていう歴史もあったしね。まあ、これはしょうがない。はい。で、戦争、侵略、敵対関係を含むえ、日中関係が2000年も続いた後、日本社会は中国と共存することに慣れている。この中で日本は中国の政治的な戦いでは難航不落であることを理解している。と、隣国のスーパーパワーとの関係を指摘した。報告は最近のドイツマーシャル基金の分析を引用して、中国が世界中で展開する戦術には、中国経済の武器化、え取引の強制やあ制限、 はいえー、物語的優位性の主張、プロパガンダと嘘情報、はい、エリート仲介者の依存。 えー、在外家人の道具化、権威主義的支配の浸透などがあるとした。これ、よく研究してますね。はい。えー、中国は例に倣って、日本に対してもこうした工作を行い、表向きの外交から中、えー、個人的な接触などの機密、強制、腐敗を用いている。はい。えー、二階区に対しての機密、腐敗、えー、強制を、えー、用いているのではないでしょうか。はい。で、コロナ危機を利用した中国の接近。えー、複数の、えー、専門家によると、日本の主要な安全保障上の懸念の一つは、 沖縄独立宣言させる可能性だという、はいこれは厄介だねえ、中国は米軍基地を要するこの島で、外交、偽情報、投資などを通じて、日本とアメリカの中央に対する不満を引き起こしている、はいこれ、全部中国の作戦ですよとはっきり言ってくれてますよ。 これ。これ、マスカミこれもっと報じてくんないかなうん。で、報告は中国共産党は国内で求心力を高めるために反日感情を利用しているが、ここ数年は中国の対日プロパガンダは、えー、日中関係の肯定的姿勢を強調するものがほとんどだという。うん、中国外交部及び完成メディアは日本から寄付されたマスク、ゴーグル、防護服の支援について謝意を示し、えー、カシュン、 報道官か、か報道官でいいかなか報道官は、海を隔てた隣人とは困った時に助け合うと関係を強調した。この発言は、中国最大手 SNS 美白でも1億回以上再生され、中、 中国日本大使館にも感謝のコメントが多くついた。また当時、親中派の鳩山幸男議員は南京記念館にマスクを送り、人民日報に称賛されている。はい、この日本と中国が仲良くしている。この仲良くしているのは、まあ、仲良くしていること自体はいいことなんだけれども、これは明らかに中国の作戦であるというふうに見抜いてくれています、はいで。日本当局による浸透工作の未対応も浮き彫りにした。いや、本当そうだよね。孔、うん、子学院について 中央統一戦線の下で海外への影響力を実施する機関とし、言論の自由を抑圧したり、情報収集に利用されており、北米や欧州では安全保障上の懸念から閉鎖に追い込む事例が相次いでいる。2019年現在、世界に548カ所の研究所があり、日本では関西の名門校、立命館に、立命館大学に開設されたのを皮切りに、2019年には山梨学院大学で15カ所目を設立した。もう中国はどどどどどん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  どどんどん入ってきてるっててててきるだねでそれに対して日本当局とあまりにも手を打たなすぎだろうっていうことだね。うん、で CSIS のインタビューを受けた東京国際大学基金の、えー、村井教授は国民レベルでは孔子学院に対する警戒心は高まっているものの左翼とマルクス主義者の,の,の勢力の強い日本の大学特に私立は一般的な世論とはかけ離れていると指摘をする名門私立大学の一つである早稲田大学は2017年に北京大学と えと、え、提携し、若手研究者の育成、共同研究の促進、研究論文の発表を目的とした、世界初の研究型講師学院を設立した、早稲田まで読されてるってことかな。2010年、大阪産業大学の理事が、講師学院を運営する、えー、国 が国家看護教育指導弁護室をスパイ機関と呼びえ学内の中国人学生から反発を受けて謝罪し辞任したこの事例は人民日報にも掲載された CSIS の報告ではこの辞任劇はその後の日本における孔子学園への批判を抑止したと指摘するこれは非常にまずい事件がこんなことが起こってたのね知らなかったようん。ていうかさアメリカの研究機関むちゃくちゃよく見てくれてるよね 単純にマさんみたいな、どしろとか、中国に毒されてるぞとかって言ってるんじゃなくて、具体的な事例をこうやって挙げてさ、しかも、この侵略の仕方めちゃめちゃ上手だよね。めちゃめちゃ上手だよね。これまずいね。やっぱ中国うまいね、こういうの。 実際もうマスコミもさ、中国に毒されてるから、こういうの報道しないんだよね、全然ね。はい、行きますね。えー、在日中国メディアが推す沖縄分離、えー。日本における外国人の労働者、労働人口は全体の2%で、この数字は他の民主主義先進国のイタリアは8%、ドイツは15%、イギリス10 13%などと比べると少ない。しかし、その外国人全体の3分の1近くを占める中国人は、日本における外国人の最大コミュニティとなっている。中国語メディアは、中国 中国共産党が海外の中国人コミュニティに影響を与えるために使用する多くの方法の一つが中国メディアであると指摘をする。これらののメディアの多くは 東京と大阪に本社を置き、内容は中国完成の進化者や人民日報などの記事の天才である。はい。この進化者であるとか人民日報を日本語で中国にいる人間に伝え、中国に、あ日本にいる中国人たちに伝えてるってことだね。うん。これらには日本華経、ライブジャパン、日本華僑ネット、華僑日報、現代中国、中文同胞などがある。えー、報告書によると具体的に中文同胞は在日中国人に をターゲットにした中国語新聞としては最も流通量の多い新聞。日本最大の免税店運営会社であるラオックスの社長、ラ氏が運営している。同社の収益の75%を訪日中国人観光客が占めている。中文同法は中国が設けたアジアインフラ銀行の創設メンバーとして日本の加盟を促すなど中国当局の意図を反映した報道を行っている。ちゅこれは注意しないといけないってことだね。CSIS の報告はニュース メディアを通じた中国の影響力の最も重要なターゲットは沖縄だと指摘をするはいえ日本の公安調査庁は年次報告書の中で沖縄の世論を分断するための中国の影響力が高まる恐れがあるとして問題提起しているはいえ中国関制メディアの環球時報や人民日報が日本による沖縄の主え日本による沖縄の主権に疑問を投げかける論文を複数掲載していると指摘をするこういういいののをど、ね、どんどん,どん,どん掲載していくと日本の中にも徐々に 広ままっっていっていしまうからね、うん、で沖縄の独立や米軍排除のための資金調達、沖縄の現地新聞にも影響を与えるなどの隠密ルートがあると、慶應義塾大学の、えー、細谷氏は語る、えー。これらは間接的な戦略であり、シャープパワーだ。日本に対してもサイバー攻撃が見られると語ったとっいう、ね、文章なんですけれども。 もうねアメリカのアメリカの,あのシンクタンクの方があが日本に対して侵略をし、ね、こっそり侵略をしてきている中国の動きっていうのを正確に捉えていてそれをねきっちり日本に伝えてくれてるんですよだから、ね、日本のマスコミはねねマスコミは、ね、これをねちゃんとね流してほしいんだよ、このニュースをク、まあ、熊,熊さんみたいなこうへっぽこの底辺 YouTuber から、ね、こう取り上げてもねもう大した影響力がないのさだからねこれねマスコミさん、ねこう いや、でもマスコミも結局中国に毒されてるもんね。チャイナマネーってね、なんかね、ぶっちゃけね、テレビ局とか新聞にめっちゃ入ってるのよ。熊さんね、まだね、あのー、友達がね、えっ、ー、とね、新聞社にいるんだけれども。 もうね、中国のことをね、もう悪く書くときね、すげえ勇気いるんだって。めちゃくちゃ勇気いるんだって。なぜか、うん、あの、会社の、その、売り上げが、売り上げっていうのは新聞の売り上げじゃないよ。あの、広告であるとか、その、それ以外にもね、違う形で中国からやっぱりお金入ってきてるんですって。で、それが減ってしまう、減ってしまう可能性は極めて高いから。そして自分の修正もできなくなるんだって、やっぱり。それがどうしても怖いと。個人単位では怖いと。情けないことだけど、やっぱ怖いねって言ってたわ。<laughs> だからね、 もうもう日本のマスコミがこういうことをちゃんと報道してくれないっていうのは、もうしょうがないことなのかもしれないね、だからね、だからねもうネットでね、もうね、その中国の影響を受けてないね、個人がね、ガン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 声を上げていくしかないかもしれませんよ、でここでガン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 声を上げていって、もう自民党のケツを蹴っ飛ばすと、うん、日本政府の尻を叩くと。 言ってね、安倍さんの、ね、周りの議員も、ね、やっぱり親中議員多いわけじゃないですか、二階さんとかね、で信頼していたあの今井首相補佐官、うん、もう結局、親中派じゃないですか、もうどうしても、ね、安倍さんも徐々に徐々に中国、大事なのかもな、まあ、近いしな、真横にある国だし、そんな寺には使えないのかもってやっぱりなっていくもんなんですよ。うん 憲法改正するぞってここまで言ってくれてる安倍さんですらね、そうなってしまうもんなんですよ。だからね、そうならないためにも、もうね、もう日本のマスコミはもう、もう、もう、クソの役にも立たねえよ。だからね、ネットで頑張って声を上げてさ、自民党のケツを蹴っ飛ばそうよ。だってさ、アメリカがさ、もうここまではっきりさ、あの、尖閣はもう、俺たちも守るよ、一緒になって守るよって言ってくれてるんだよ。もうこの声には答えないとさ、今、今、今、 そうでしょでここでさ、あもう、じゃあ、アメリカさん、よろしく前、前線でお願いしますとか言ったら、もう、信頼失いますよ、本当にアメリカの。しっかりしない、ね、日本政府。これ、両方ともね、この文章はね、日本政府が、なんか中国に対して、やたると無策であると、おかしいぞって書いてくれてるわけですよ。ねもう、そろそろ答えましょう。うん。対中強硬路線ですよ。対中強硬路線です。はい。 ね、で防衛するだけじゃなくて、もう敵基地のこう、ね、を叩く能力もやっぱ持たなきゃいけないし、憲法をさっさと改正して、ね、あの自民党、自,民党じゃないあの自衛隊をね、がんじがらめにしているあの憲法とか法律をどんどん変えていかなきゃいけないよ、もうそういう時期に来てるよ、でアメリカがここまで後押ししてくれてるんだよ、これはもうある意味チャンスなんだよ。ね、安倍ささんんこのチャンスに乗っかっかてくださいねうん 乗っかって期待しますよ。本当に期待しますよ。はい。というわけでね、あの、こういうね、これね、マスコミ全然取り上げないんだけど、こんなもんお前大ニュースじゃねえかよとお前、超絶大ニュースじゃねえかよと思う記事を見つけたので、えー、動画にさせていただきました。はい。こんな感じでね、どうしてもこれはもう伝えたいと思う記事を見つけたらね、えー、もうすぐにね、あの動画にしていきたいなと今後もね、思っておりますので、もしよろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい。では、熊さんの動画を終わりたいと思います。安倍さん、お願いします。もうね、もう、アメリカが、アメリカが本気になってます。アメリカがスーパー超ド本気になってます。 なってますもう日本も今動かないと動くタイミングないですよ、安倍さんがやりたいことって、今やる大チャンスなんじゃないですか、期待しますよ、期待しますよ、期待しますよ、本当に。はい、というわけで、久保さんの動画を終わりたいと思います。バイバイイ